海と日本、海と日本プロジェクト in ガッチャンコ北海道、応援リーダーの谷藤ひろみです。突然ですが、皆さんは今年海に行きましたか？皆さん今年海には行きましたか？行ってない、全員行ってない。忙しかったから。なんか受験生だから暇がない。あ、行きました。誰と海に行きましたか？家族といとこです。夏へは海です。ちょっと寒かったんですけど楽しかったです。やっぱり子供と一緒に行くとなるといろいろ準備もありますし。街ではさまざまな答えが出ました。では私たちは今どのくらい海と親しんでいるのでしょうか。海と日本人に関する意識調査がまとまりました。日本財団が行った調査は今回で2回目です。全国の幅広い年齢層のおよそ1万2000人が答えてくれました。海にとても親しみを感じるか調査したデータでは、全体のおよそ 43% が親しみを感じていることが分かりました。これは前回調査に比べておよそ8ポイント高い数字です。ただ海に行きたいか行きたくないか聞いたところ、およそ 27% の人がどちらかというと行きたくない、あるいは行きたくないと答えました。この理由として日本財団は、子どもの頃の海の体験がその後の海との関わりを左右することを挙げています。調査では海に行きたいと答えた人のおよそ 86% は子どもの頃に楽しい海の思い出を持っていると答えたのに対し、海に行きたくないと答えた人はおよそ 49% しか楽しい思い出を持っていないと答えました。こうしたことから日本財団では、親子をターゲットにした体験型の海の学びの場の開催や海洋環境の理解を深めるプログラムも進めていくことにしています。調査ではおよそ8割の人が海は日本人の食にとって大切な存在と答えました。その大切な海を守っていくためにも、ますます海を親しむ機会が増えるといいですね。海と日本。